ポール・ラ・ファルグ、生ける、権利、現代、レドロワー・ラ・パレッセは、1880年に、リガルテ氏に発表された、フランスの社会主義者、ポール・ラ・ファルグのエッセイ。1848年の2月革命で打ち立てられた、働く権利を攻撃し、怠惰を来散している。ヨーロッパ中の労働者階級や一般層に広く、読まれ、詩人や芸術家にも影響を与えたことで知られる。 怠ける権利は直接的にはフランスの2月革命において掲げられた働く権利に対する反論である。さらにラファルグは怠惰を単なる個人的なモラルの問題ではなく社会的な観点から捉えようとした。もしも労働者階級が彼らを支配しその本性を堕落させている悪役を心の中から根絶し、 資本主義開発の権利に他ならぬ人間の権利を要求するためではなく、悲惨になる権利に他ならぬ働く権利を要求するためではなく、すべての人間が一日三3時間以上労働することを禁じる賃金鉄則を築くために、凄まじい力を振るって立ち上がるなら、大地は、老いたる大地は、歓喜に震え、新しい世界が体内で躍動するのを感じるだろう。 ポール・ラファルグ、ケける権利ラファルグは、労働者の権利を論じたカール・マルクスの娘婿である。ケける権利は、発表された当初こそ、マルクスの思想とは相入れないものとされることもあったが、現代ではむしろこのエッセイによって、ラファルグは、フランスの労働者に、マルクスの思想を広めようとしていたと言われる。ラファルグは、エンゲルスと親しかったが、エンゲルス及び、マルクスの著作だけでなく、 書簡にも、怠ける権利に対する言及は見つかっていない。日本語訳を行った田渕慎なりは、例えば銀行員が自分の正直さを、教師が自分の優しさを売る、資本主義社会にあっては、ただ、怠惰だけが自分のものであり続けることを指摘したことに、本エッセ性の現代的価値を見出している。怠ける権利あるいは怠惰であることに影響を受けた芸術家として、 マルセル・デュシャンが知られている。怠ける権利は、社会主義的思想の方書きにおいて、余暇について論じた、最初期の著作とされている。タブチ・シン役者後書、き、ポール・ラ・ファルグ、怠ける、権利平凡者ライブラリー、2008年205から207ページ。タブチ・シン役者後書、き、ポール・ラ・ファルグ、怠ける、権利平凡者ライブラリー。 2008年205ページ、タブチシンなり、役者跡書、ポール・ラファルグ、怠ける、権利平凡者ライブラリー、2008年217ページ、ポール・ラファルグ、怠ける権利タブチシンなり分け、平凡者ライブラリー、2008年66ページ、AB ストラトス・ジョージャラス、クリティカル・クリマナラジー・オブ・レジャー、セオリー、メソドロジー&、 AKS Study ススリット・バーラグ・ピアニッシモ23から24タブチ・シンナリ役者ア書きポール・ラ・ファルグナマケル、権利平凡者ライブラリー2008年211ページエビ・タブチ・シンナリ平凡者ライブラリー版役者ア書きポール・ラ・ファルグナマケル、権利平凡者ライブラリー2008年217から222ページありがとうございます